ダミアンがここからどんどんとね、うん、あのまあなんていうんですか、うんうん、ナイト的なじゃないですけれども、はい、なんかちょっとアーニャのことを気にかけ始めるというかね。そうですね、その揺れ動きがやっぱ見てて可愛いなみたいな。すごく可愛いですよね、うん、なんかあの絵の方でもすごく素敵にしてくださってるなっていうのも、はいはいはい、原作でもすごくなんか、うんうん、可愛らしかったんですけど、うん、動きとか色がつくことによってまたなんかダミアンのさらなるこの心情がすごく現れてるなっていうのもあって、はい、なんかアーニャもう可愛すぎるじゃないですか。そうですね、もうなんかちょっと若干フィルターかかってんじゃないかぐらいすごいキラキラしててなんかあのすごい一生懸命に謝ってくれて、もうそこからダミアンは多分ヒュッてスイッチ変わったとは思うんですけど、あの時、まあ、ありゃちょっと好きになっちゃうよねって思いましたよね。それ好きってことだよみたいな、はい、まあんなキラキラした目であんな可愛らしい目で見られたら、うん、それはダミアンも夢中になっちゃいますよね。うん、現場で目覚ましを鳴らしてしまったっていうのなんですけど、あるあるね。そうなんです。しかもその目覚ましが、うん、なんか普通のポロロンポロロンとかじゃないんですよ、はいはい、なんか元々入ってる音とかじゃなくて、うん、ヘローってなる系のやつを鳴らしてしまってはいはい、なんか喋り始めたぞみたいな。あ、そうです、うん、それもやっぱ午前中のことだったんでもうちょうど鳴っちゃったんですよ、はい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 、でそのしかも変なヘローが鳴るし変な空気になるしご迷惑おかけしてるし、はい、もうどうしようみたいな、はい、焦りに焦りまくってパニックったっていう失敗談が思ったんですまあね、はい、え今起きようとしてたのみたいないじられるしね第5話の中でアーニャが入学祝いとしてスパイごっこをしたいというお願いを叶えてもらっていましたが、うん、お二人はもしお金のことを気にせずに好きなことが一つできるとしたら何をしてみたいですか。お金のこと気にせず、もう気にしないでくださいもうそれこそもう100億円でもいいですよ。おもう、なんかもう何でもいいですよ。一つだけできること。できること、何がいいかな、うん、この日一日でできることですって言われたら何しますか。はい、なんだろう、うわ、うん、なんかいろいろあるな、いろいろあるな、夢が広がりますね。なんだろう、一個だけですよ、一個だけですよ、それはもう一個だけか、はい、めちゃくちゃ迷ってる。お金、お金、はい、いいんですもんね。もう、いやでも一切関係ないです。もうすんごい大勢の人と鬼ごっこがしたいですね。やばいよお金かかんないのかな。あ、いや、かかりますよね。ずっと体動かしてるじゃんずっとよ。なんか、はいはい、こう学校とかなんか使われていない、うんうん、こう施設で、うん、広い場所で、うん、鬼ごっことかめっちゃ憧れるんですよ。なるほどね。なんかそういうのきっとお金がないとできないのかなって思うんですけど。まあ確かに、まあ土地もないといけないですしね。そうですね。500対500みたいな。ああ、うわ、楽しそう楽しそう、やってみたい。ああ、確かにそれはお金も気にせず、そして規模も気にせずでいったら、うん、結構大きなことですね。まあそれは楽しいかもしれないです。ちょっとやってみたいなと思います、はい、それでは行きましょう。これをしている時が一番幸せ。どんな時、せーの、お酒を飲んでいる時。キャッチボールしている時。はいはいはい、始まりましたよ始まりましたね。キャッチボール、あ、聞こえてました聞こえてました。がっつりと、はい、聞こえましたけれども、どういうことですか。あの、キャッチボールをするのが好きで、うん、あのよく友人とやったりとかするんですけど、はいはいはい、はい、付き合ってくれる友人がいるんですね。あ、そうなんですよ。結構周りにいてくれて、キャッチボールやろうぜって言って。あ、そうですそうです。なんなら全然やったことない友達に、うん、ちょっと今度一緒にやろうよって誘ったら結構ハマってくれる友達とかもいて、いい人たちばっかりなんですよ周り。どうですか、ダミアン演じてる時は、はい、やっぱりあのこういうキャラクターにしていきたいなみたいなものっていうのはあったりするんですか。あ、そうですね、原作見させていただいてて、うん、やっぱ最初はああいうちょっと尖ってる感じではあったんですけど、うん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 、だんだんとまあ家庭の事情とかだったりとか、うん、そういうのもだんだんと分かり始めていった中で、うん、まあただの悪い子にはしたくないなっていうのもあって、まあもう7話の時点で結構また
変わった表情を見せてくれたっていうのもあって、確かにうるさくガミガミ言うだけではだけの子ではないなと思うので、はい、いろいろ彼なりに抱えているものはあると思うので、そこら辺もそうなんですよね。やっぱり彼はその、うんうん、その年齢では、うん、あのやっぱり思えないぐらいのやっぱ大きなものを背負ってるというか、はい、うん、やっぱりその、デズモンドというものがやっぱ大きいので、うんうん、やっぱ小さい頃からとか、あとはねあの兄弟がやっぱすごいから、うんうんうん、そういったところでのいろいろな葛藤みたいなものを抱えながら頑張ってて、はい、まあ、ある意味こうするべきみたいなものを小さい頃から言われてたから、うん、ある意味強くあろうとしてるっていう部分があって、うんうんうん、そうですね、そうだからこそのああいう態度だったんだけど、うん、まあ、ある意味ちょっとずつ等身大じゃないけど、うん、あ確かにそうこう過ごしててもいいんだみたいなものは、うんうんうん、なんとなくアーニャからもらうのかななんて、あ、うん、確かにそうですね、だからある意味彼のねなんかその背伸びする部分と、うんうんうん、等身大な部分がちょっとずつ見え隠れして、うんうんうん、よりなんか魅力的なあデズモンド像にこれからどんどんなっていくんだろうなっていうのがね、そんなものがワクワクする、そんな第7話だったなっていう、そうですね、感じましたね、はい、あれは忘れもしない。まず1個目はですね、はい、いきますよ、はい、これは忘れもしない、1個目は、はい、私が、はい、まあ、ちょっとあとあるイベントのイベントお仕事の時に、はいはいはい、まあ、イベントってこうあのお洋服をこう考えたりとかすると思うんですけど、そのお洋服を考えるのにすごく時間がかかってしまって、はいはい、寝るのが遅くなってしまいました。あ、まあまあまあありがちですね、で朝割と早めの入りだったんですね、うんうんうん、で起きたのが割とギリギリだったと。お、はい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 、で結構初めてだったんですよ、そういう経験が。やらかしたぞと。そうなんです、はい、これはまずいってなって、はいはい、だけど、うん、もうその初めてのもしかしたら遅刻してしまうかもしれないという焦りと、はい、もう寝ぼけで、はいはい、もう焦りに焦りまくって、はい、なんでか寝巻きのままあのシャワーを浴びてしまったっていうのが水浴びに行っちゃったんですよっていうのがやばい一個ありまして、もう早くちょっとシャワー浴びなきゃみたいな。あ、そうです。でも脱ぐのを忘れる。そうです。やばすぎる。あれ遅れちゃうかもしれないしでもちょっとお風呂も入りたいしみたいな感じでもうなんかやばくなっちゃってその水を浴びるみたいな感じのことがありましたねあ、いいですね。